では、最後に、捧げ物の時を歌を歌いながら参りたいと思います。Lastly, we'd like to sing a song to the Lord as we give our offerings to Him.感謝に助けられるっていうですね、すごいですよね、感謝ということです。あとは、はい、カトリン・ブライアン、オーストラリアの一行は帰られたそうです。無事だったということを感謝したいと思います。はい、それで今日は鈴木牧師をお迎えして、はい、午前午後、はい、この安息の時、またお別れの時は持たれて、本当に感謝しております。アメン。油井聖教会に感謝したいと思います。ませんもお進めしております。彼は油井聖教会の名誉牧師にもなっているんですね。名誉牧師ね、まあ、ちょっと珍しいですね、うん、2つの教会の牧師ということはありますけどもね。私の同級生にもそういう人いますけども、名誉牧師というのです、はい、覚えてお祈りください。翔ちゃん、久美子さん、帰りますか？楽しかったようですか？ええ、あの、いろいろ、あの、ゆっくり、バリズできたみたいな。あ、そうなんですね。ニュージーランドだからね、すごいですよね。あの国に行ったっていうことは、地の果てですからね。南極に近いわけだからね、簡単に言えば。ここからすればこちらに行くんですね。すごいですよ。一口にニュージーランドとは言うけど、はい、あと何かありますか？信仰に燃えてるそうなのでよかったです。本当は彼らのことも話したかったんだけど、まあ、次回今度ぜひ、ね、信仰に燃えてるところを伺えて、ちゃんと信仰に生きてるかっていうか心配になるんです。そのいろいろ Facebook のしたら他の人たちが反応して、よろしくよろしくということと、ブリフィスさん、エルザベスたちも反応してくれたり、いろんな方が反応してくれたり、ゲイマさんとか、またでも国際交流海外に貼りたいね、チラシをね、貼れるのかね。貼れるよ、貼れますよ、貼れますよ、柱に、荒れるの、荒れるの、本当よ。レイナさん、言えば一言ね、声かければ、5回やってるもんです。5回6回か、映画やってるけど、いや、だから、あの部署が変わったからね、前までほら、5回でやってたのに、今6回だから、5回っていうのは国際交流で、あ、いいのにやんの、うん、で、6回が NPO 系だから、ちょっと、まあ、ちょっと聞いてみたいね、かけれるのがあって。そうだね、うん、はい。
ということで、はい、ティータイムでございます。ご苦労さん、あと何回もありますか。はい、視聴者の結婚写真が今さっきここで見えさせてもらってます、はい、すごい幸せそうな写真が配信しております。豊くん、たけしくん、かずのりくんは京王プラザ、豊くんは宮古、JA、殿の姉妹の名護さん、まりこさんは仙台市役所です、ね。はい、豊くんのお兄ちゃんは、たけしくんは、はい、藤沢町の、はい、IT の企業なんでしょうかね。はい、藤沢市。2人いるんですね、就職者のあのお兄ちゃん。ご苦労です。今日だ。じゃあ1分間、はい、手の落とすもんよ。ありがとうございます。今日からの後半の歩み、本当に私たちも胸を覚まして、また主に頼りに求めてありることができます。主に島力を与えてください。ご様子にください。また鈴木牧師の心の歩みも本当に主が助け導いてくださり、神様の祝福と共に祝福してください。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 未来によって真に感謝。先輩の方、ありがとうございました。ありがとう。